後で大成するような人は幼い頃からわかると言われています。その言葉にぴったりの女優がいます。まさに子役から始めて大人になってからも時代劇の女神と呼ばれるキム・ユジョンです。1999年生まれのキム・ユジョンは2003年に広告モデルとしてデビューし、様々な CM や映画の端役として活動し、キュートな姿で大衆の目に留まりました。2007年に8歳でパンジに映画版に出演し、時代劇で演技を繰り広げました。ソン・ヘギョの子供時代を演じたキム・ユジョンはヤンバンの身分ながらルヒを愛することになる役を涙で表現し、視線を集めました。その後もキム・ユジョンはひときわ時代劇で著しい存在感を見せつけています。キム・ユジョンはやや長く続く時代劇で序盤に視聴者の心をつかみます。2008年のドラマ入り締めではハン・ヒョジュの子供時代を演じ、世の中のことに関心が多い純粋な姿を見せました。特に余人部との初共演でみずみずしい初恋を描き、存在感を示し活躍しました。そして同年ドラマ風の絵師ではムングニョンの幼少時代を演じ、男装した女性としての生き方を選択した天才画家シン・ユンボクの子供の頃を描き好評を得ました。11歳になった2010年、ドラマトーイに出会いました。全60話の作品で序盤に家族を失った後非常に生きていく役を演じ、ルヒ出身ながら特有のしっかりした性格、聡明さを持ったトーイの姿で視聴者の心を動かしました。ハン・ヒョジュの幼少時代を演じ、当時そうそうたるメンバーの中でも引けを取らない演技力で好評を博しました。韓国の時代劇史上初めて半人半獣のクミホという破格の変身も遂げました。キム・ユジョンはドラマクミホで愛と悲しみの母でクミホの娘役を演じ、主演として劇を引っ張りました。特に怪物に変身する過程で見せた演技は見る人の恐怖を誘発し、幼いながらも限界のない演技の幅を立証したのです。キム・ユジョンは2012年、最高のヒット作であり自分にとって最高のドラマ太陽を抱く月に出会います。ハンガインの幼少時代を演じたキム・ユジョンは少女と淑女を行き来するような魅力を振りまき、孤高で汚れを知らない微笑みで再びよ神宮とロマンスを繰り広げました。子役たちの熱演に視聴者たちは幼少時代のストーリーをもっと見たいと3時まで送りました。名品演技を披露したキム・ユジョンは太陽を抱く月を通じて子役賞を4つも受賞しました。その後秘密の扉でも時代劇をこなしたキム・ユジョンは2016年にまたしても活躍します。ロマンス時代劇雲が描いた月明かりを通じてです。キム・ユジョンは朝鮮唯一の男装した女性内史であり、自称恋愛専門カウンセラーのホン・ラウン役を演じました。この作品で王の後継者役のパク・ボゴムとロマンスを繰り広げ、視聴者は歓呼し、雲が描いた月明かりは2016年に放送された時代劇のうち最高の成績を収めました。出演した時代劇7作品はどれも2桁以上、なんと視聴率 42% という記録を打ち立てたキム・ユジョンは成人してから最初の時代劇に挑戦します。それはまさに8月30日から放送される本チョンギです。本チョンギは霊妙な力を持った女性画家本チョンギと空の星座を読む赤い目をした男性ハラムが織りなすファンタジーロマンス時代劇です。キム・ユジョンはタイトルロールを演じて物語を引っ張り、ハラム役はアン・ヒョソプが演じます。特に風の絵師に続いて今回も天才画家として登場するということで、一段と成熟したキム・ユジョンの演技を満喫することができるでしょう。ひときわ時代劇で好成績を収め、時代劇の女神と呼ばれるキム・ユジョンのこれからの活躍を応援し、見守りたいですね。